はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここのチャンネルのショーが今日は、バイバイゼンチーム、軍事行動をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、バブルマンデブー海峡、ホーノズ海峡、大変なことになっています。いや、大変なことになりましたと言った方がいいんでしょうかね。あの、風刺派の人たちが、まあ、あの、ね、イスラちゃん関係と欧米関係の貨物船、石油タンカー、天然ガスタンカーを、 まあ、無差別にガンガンやっています。どんどんやっています。もう、何隻も何隻もコッパみじんなってます。燃え上がってね。日本で報道されてる数の、まあ、テレビでやってる数は少ない。わざと少ないんですけど、ね、よくわかんないんですけど、まあ、あの、軽く3倍以上になってますけども、被害はね。で、もう、あのーえー、バイバイデンチームから、まあ、ペンタゴンですね。国防省から出ましたね、ついに、声明が。 あの風刺派に向けて、イエメンに向けての直接声明ということで、もう一回、どこかの船、まれ、あ、わの船ってことなんで、欧米側なんじゃないですか、イスラ側とかの船を1隻でもあのどんどんってやってみると、もう我々は許さないという声明が出たんですよ。これ、さっき出たばっかり。これ、どういうことかっていうと、 あの、もう最後の警告は終わったぞという風に言ったんですよ。これで警告はおしまいですと、はっきり言いましたよ。でこれはね、何を物語ってるかっていうと、次やってみろよと。やったら、我々は何百倍にして返すよ。これはね、イエメン空爆ですね、間違いなく。あの、バイバイデンの国はね、なんだかんだ言ってもね、あの、もう、なんだろう。 脳なしなんですよ、作戦が。もう空爆しか知らないの、本当に。だから空爆するんですよ。だからイエメンを空爆しますとね、間違いなく。これはイエメンとイランを空爆するんじゃないですかね。だってイランももうやってるんですよ。で、これ、あのー、その情報はどこからとか言うね、なんか間抜けな人いるけど、あんたがあの仕入れてる情報が浅すぎるんだよね。あのもっとちゃんと聞いてみようあの。中東のラジオとか聞けばいいじゃないですか。ね。 あのイエメンのラジオ放送を聞いたり、ね、イランのラジオ放送を聞けばいいじゃないですか、あの言ってますからね、ちゃんとね、あのイランではあのバイバイデンチームが入ってきて、イラクから入ってきちゃったんだよね。で、あの戦闘機が入ってきて、石油関連施設を爆破されたんですよね。あの去年の暮れですよ、あの末にね、年末。であの、ちょこちょこ入ってきてるの、もう戦闘機がちょこちょこ国にあの侵入してきちゃってるわけ。 だからちょっとね、あのイライン側は、ちょっと待ってよ、ふざけるなよってなって、イライラしてます。で、あの、なんか、4年前にね、その、バイバイデンチームにやられた最高司令官いるじゃないですか。えーと、あれはあの、あの、眉毛のね、眉毛、あの、顔とか、あのなんかひげとかね、頭は白髪なんだけど、眉毛だけ黒くてキリッとしてる、あの、最高司令官がいるんですけど、 あのその方があの亡くなったんですよね。向こうの攻撃によって。で、それのね、追悼式やってたんですよ、この間。何日か前に。で、その追悼式で、やっぱりね、ドカンドカンってやられちゃったんですよね。でこれはあの、どこの国がやられたか、やったか分かんないんですよ。まあ、おそらくモサドですよね、モサド。モサド、モサモサやるんですよ、そういうこと人のね、弱みにつけ込んで、モサドはやるの平気で。モサドやったね、あれはね。ああ、だってあの、 追悼式っていうのは、まあ、あの、お葬式みたいなもんですよ。そこに集まってる、何百人も集まってる人のところでドカンドカンって爆発させたんですよ。普通やります、そんなこと。ねえ、それって悪い奴がやることじゃないですかで、ね、人の追悼式で。いや、だけどね、やるの、奴らはね。 うん。あの、やるんですよ。だから、まあ、これはモサドやったよね。だからそれも分かってるでしょ、イラン・イランは。もう許せない。もう本当にふざけた奴らだっていうことで。それでだって、あの、103人の方が亡くなってるんですよ。数日前ですよ。だからイランの国内でですよ。だから、そんなことやられてね。で、さらにバイ・バイデンチームがね、もう一回やってみろ。ただじゃかないぞとか言ってね。で、空爆してきたら、これ、イラン・イランやんないわけないですよね。いや、もう用意できてるんでね。 あの、徹底的にやりますよ。これは。だからね、もう始まるよね。やっぱり予想通りですよ。1月の半ばぐらいまでにね、ドンパチ。で、1月の半ば前後にホノルズ海峡が飛んじゃう。まあ、その通りですよ。まあ、青写真ができてるからね、そういうね。あの、その通りの青写真に向かって進んでってるってことですよね。だから1月15日から、あの、1月の末までは、ひどいよ。<laughs> いや、ひどい。もうひどい世界が、 まあ、ひっくり返るようなことになりますから、あのスタートがねで、ひどくなる、まあ、日本にだから影響が直接及ぶのは2月入ってからでしょう、2月以降でしょういや。だけどもうあの、噂とかテレビでもうやらざるを得ないから、ニュースでさすがにやるじゃないですか。ね、だからあの、みんな買い占めが始まっちゃうよね、ガソリンだとか、灯油だとか、ねまあ、エネルギーはもちろんのこと、あとは缶詰とかね、レトルトとか、みんな買い占めていくじゃないですか。 世の中の食べ物という食べ物が消えていくね、これはね。だからこれ、まあ生鮮食料品が、まあ、ちょっとは、まあ、生き延びるための食料になるじゃないですかね。だってそれって買いだめできないじゃないですか。冷蔵庫に放り込んでおくぐらいでね。だからそういうお寿司だとかね、高いけど、高いよね、肉とか。高いんだけど、まあそういうものは、まあ買えるんじゃないですかね。野菜とかね。 だからそれ以外のものはもうどうしようもないよね。手に入んなくなっちゃうよね。みんな買い占めて。やっぱり保存食っていうのかな。あの、備蓄のための,あの水とか食料を、まあ日本ほら大きい揺れもありましたからね、元旦でね。まあ今本当に、いやーもう心痛いですよ。石川県の方とかね、富山県、新潟、ね、その地域の方、やっぱりね、あの、 生活に直接支障が出なかった方もいるでしょうけど、大きい揺れだけで。だけど壁にひびが入ったりとか、もう不安じゃないですか。水道が出なかったりとかね。まあ本当ですよ。あのインターネットが遮断されてる方もいるという話を聞きました。ね。だから、いや本当に一刻も早くね、あの元に戻って安心して。だから家がね、潰れちゃったり燃えちゃったりした方は元に戻れないですよ。元に戻れないけど。 まあ、あの、新しいところを提供してもらってね、あの、安心して、ちょっと、あ眠れるなっていう日を過ごしていただきたいですね、早くね。うん、そうしないと、まあ、大変なことですよ。で、今、72時間、まあ、もう過ぎたわけですよね。72時間。で、72時間っていうのは、あの、生きるか、ね、あの、どうなるかって言えないんですよ。YouTube とかうるさくて、これ言いたいんだけど、あの、その境目になるんですよ。ちょうどね、区切り。 この72時間超えちゃうとあの、あんまり状態がいい環境じゃない方々は、もう本当にやられてしまう精神が、本当にあの体も、だから一刻も早くね、まあ、自衛隊の方とか警察の方も頑張ってらっしゃいますよ、あとボランティアの方、入っていって、ただ一般の方は今、入っちゃいけないのかな、まだね、あのまあ、警察の方と消防とあの自衛隊の方、ね、あの本当に頭を下がる思いで、本当にね、頑張っていらっしゃると思いますけど。 まあ何しろ被災している方が一番大変ですよ。本当にね、ね早く、ね、元に戻れると本当にいいですよね。まあ、その中でですね、まあ、これからさ,さらなるホルムズ海峡、イラン・イラン、バイ・バイデンチーム、まあ、直接対決になりますよ、これは。もうやる,やるって言ってるんですから、やる気なんですよ。でこの発表が、まあ、もう日本では流れないんでしょう、もうね、流れない, <laughs> れないんだからしょうがないね、もうね。 うん、だってもうアメリカ国防省の正式発表ですからね、やるって言うんですよ。やるんでしょう、きっと。ほだ始まるわけですよ、これは。いやいや、もうね、初めから、まあ、やる気でいたわけだから、まあ、彼らにとっては好都合なわけですよ。ね、暴れたくてしょうがなかったわけですよ。で、あの、アイテムを世界に売りたくてしょうがなかったんですから、ここで、 もう、周りの国巻き込んで、連合軍だとか言って、誰もいなくなっちゃって、ドタキャンだらけで。もう、やるのは、バイバイデンチームとイギリスぐらいなんですよ。その、二カ国、本当に周りみんなね、あの、ビビっちゃって、そりゃ、やだよね。今だって、だって、物資が足りなかったりね、食料がなかったりとか、あの、エネルギーがどうのこうのっていうね、問題が浮上してるわけでしょヨーロッパとか。これ以上、なんか自分の首を絞めたくないよね、自分たち国民の。 冗談じゃないってなっちゃうじゃないですか。平和が一番に決まってるんですから、わざわざ自分からね、なんか争いを招き、拡大する必要性ってのはあるのかなって、ふと思ったんでしょう、まあ。まともな頭を持ってたら、心を持ってたらそう思いますよね。ね日本はどうなるのか、まともなのか、メガネ小僧はね、まともな心を持っているのかどうなるのか、ちょっと怪しいですね。まあ、ちょっと巻き込まれていくのかなっていう感じは、まあ、もうします。本当に。まあ、これはね。 いやんなっちゃいますね。だけどね。うーん、まあ、あの、広報支援かもしれないけれども、自衛隊も出ざるを得ないし、まあ、なるんでしょう。巻き込まれていくんでしょう。どん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 で、エスカレートしていくのかもしれないですね。これわかんないですね。本当にね。まあまあ、あの、平和が一番なんですが、まあ今年の2024年、ね、元旦から始まって、1日、2日、3日、4日とね、見ていくと、どうやら、 まあ、共には終わりそうもないですよ、この一年間ね。もう終わんないでしょ、これじゃ。もうこれはおかしいもんね、どう考えたってね。どう考えても変でしょう。うん、だからね、ちょっと気を引き締めて、本当にね、もう素早い行動必要ですよ、判断力あ。自分を守る行動を思いっきりすごいスピードで。もうね、学校とか仕事どこじゃないですよ、ホルムズ会議を封鎖されたらあ。本当に、あの、学校はどうなるんですかとかいう質問、未だにあるけど、 ホルムズ海峡を封鎖されて学校なんか行ってる場合じゃないし、あの、行けないよ、学校なんか。あそんな学校なんか行ってると、もう用意できないじゃないですか。もう非常事態で、ホルムズ海峡を封鎖されたら。仕事なんかもう休んじゃ、やめちゃってもいいぐらいだよね。本当に。だからね、分かってないんだよね、みんな。いかにホルムズ海峡を封鎖されたら大変かっていうのが。だから用意もしてないんでしょ。ん、だけどこれ全力で用意しないと本当にやられちゃう来ちゃうね、これはね。 気合入れないといけないですよ。皆さん。頑張りましょう。生き残りましょう。本当に気合入れないとね、とんでもないことになってしまいますうーん。その時が一刻一刻と近づいている刻々とね、頑張って乗り切っていきましょう。応援しますんでね、ちょっと頑張っていきましょう。心は柔らかく、気持ちは強く、前に前に進んでいきましょう。頑張りましょう、皆さん。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。